テニス男子世界ランキング2位のノバク・ジョコビッチ、34イコールセルビアが、大型スポンサーのアパレル大手、ラコステから契約を解除される見込みとなった。同紙によると、同社は17年、ジョコビッチの誕生日にあたる5月22日に契約を締結。当初は今年までの契約だったが、昨年8月に25年まで延長された。しかし、ワクチン拒否騒動をきっかけにラコステの態度が一変、強制退去もあり、否定的な報道が相次いだため、宣伝を新しい顔に頼りたい、と、広告塔の変更を検討しているという。ジョコビッチのスポンサーをめぐっては、自動車大手、プジョーが契約打ち切りの方針を表明したばかり。その契約料は、数百万ユーロの価値があると考えられている、同志、というだけに、最強王者が起こした騒動による代償はとてつもなく大きい。